消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、サブチャンもちろんで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい。で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、亮平です。ありがとうございます。グリッチです。はい、お願いします。なんでいいの？ん？大野です。あ、じゃあ行こう。じゃあ今日なんですけども、もうね、翔平さんが、今休業期間、ちょっとお休みに入ってるっていうので、去年の5月、6月ぐらいかな。まあね、翔平時代にロンティーをしたんですよ。翔平に勝てるやついるのかみたいな感じで。クリッチいたよね。あ、いました、いました。ヒロトもいたよね。いましたね。今日ね、その時にいたメンバーが集まってるんですよ。いない間にリベンジの特訓をしようじゃないかと。いうことで、まあね、そうそうそう、翔平リベンジャーってやつがあるので、なおかつね、やっぱ今日、翔平の主力の方たちなので、そういったところで、まあまだ3月ですし、寒い中、まあ今日はちょっと暖かめですけど、自主トレみたいな感じで、翔平さんが帰ってきた時に、ここまで飛ばしたぞっていう、翔平の中軸、ここまで打てるぞっていうのをね、クッチだな、クッチ。見せてもらうために、ちょっと今日、皆さんに、ロンティーの方で、ここクロス運動公園なんですけども、クロス市民運動場ですね。ごめんね、クロス市民運動場なんですけど、レフトのポールからちょっと先で、だいたい95とかかな。まあなんでね、普通だったら皆さん超えると思うので、ちょっと皆さんお呼びして、意気込みなんかも、聞いていこうかなと思います。じゃあ、皆さんお願いします。はい。これ見て。はい。元山さん、田中さん、高いよ。やばい弟朝日くん、はい、になります。お願いします。どうぞ。どうぞ。朝日くん以外はね、入間中央公園の試合前の時にやって、で、あの時、悔しいながら翔平さんがね、全部いいとこ持ってっちゃったので、今日やついないんで言ってるなぁやばいわ。まあここで、翔平の強打集合ということで、リベンジの、ね、特訓の方をちょっとやっていってもらえないかなと。で、そのままね、シーズンもっと始まったら、翔平勢もどん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 暴れていけるように、ロンティの方をちょっとやっていこうかなと思います。ここにいる3人はね、パワーがないんで、そもそもバットに当たるか分かんない組なんで、応援だったり外野で守備やったりとかして、この4人のことを、どん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 応援していこうかなと思います。じゃあ、ね、意気込みをちょっと一人ずつ。そうですね、前回が全然打球が上がらなかったんで、はいはい、とりあえず上げていこうかなと。なるほどなるほど、はい、田中さんは前回投げる人が悪かったと思うんで投げる人が僕は負けてないと思ってるんですよねなんで負けてないってところを今日は見せられればなって思います。はいはいはい、高いよ。前回1本も打てなかったんで、今回1本だけでも入れたいと思います。なるほどですね。まあ、そう、年明けもちょっと悔しい結果でしたよね。あ、そうです、2回やったんですけど、両方とも1本も入らずじゃあ今日リベンジで、はいはい、じゃあ最後に朝日とりあえず飛ばします緩くていい、うん、はい、じゃあ、皆さん頑張って翔平さんを抜かせるように、ちょっと秘密の特訓じゃないですけど、やっていきましょう。それではやっていきます。じゃあ、いきます。3球目、おー、打球はいい。4球目、おお、超えた、おお、超えてる、超えてる、乾いた、乾いた、やばいわ、乾いちまった。お、これは勝てるぞ、勝てるぞ、やつに勝てるぞ勝機が見えた。初めて来ました。5球目あ、いった、道路越えた110ぐらい飛んでんじゃない結構飛んでますよね。メンバーっすや、よっしゃ、よっしゃ、道飛ぶやん、何も高いけど惜しい。おー、いいだけ、惜しい、いや
おー、すごい。惜しい。いってるんじゃない？あれ今ファール？あれ言ってるでしょ。オーバー。ファールはオーバー。まあファールはね。お。お、超えた。二本目。終わった。いったいった。高い音並ぶ。これはいかないか。いかなそうだな。あ、ちょっと戻されてる。クイックのファインプレーだし。オッケー、ナイス。ありがとうございます。さあ、じゃあ、行きましょう。バック早っ。威嚇の。早いな、こんな感じ。あ、どうぞ。あ、行った。なんだ今の打球。全盛期のペーニャみたいな打球だね。この調子で全盛期のカブレラみたいな打球も打ってほしいですけど。伸びて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 。あら、全直ぐらいかな。いきます。これ泣きしたらどうしよう。ドライヤー下がった。あー、いったいったいった。やばいな。あ、これもだ。よし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 。打ったー。これもだ。やば。何本入れてくるあー、行かない。あ、余裕。はい、座ってー。はい、お疲れ様でした。皆さん、ナイスとなって楽しい。やばいですね。これでね、戻ってきた時にドヤ顔できるんじゃないかとそれからまた多分戻ってきた時に勝負仕掛けてくるんだろうから、その時にね、返り討ちにできるんじゃないかって、ここで自信をつけてもらったので、皆さんもね、どん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 やっぱり、ね、パワーアップしてってるので、翔平ズ、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、ぜひ翔平ズ対戦したいよっていう方が、対戦チームの方がいらっしゃいましたら、概要欄にね、から、コメント欄でちょっと連絡してこれもらったりとかすれば、もしかしたら対戦できるかもしれないので、ぜひぜひ、コメントの方もお待ちしております。皆さん何本打ちました？僕、1本です。でもペーニャ打球じゃないですかあれは良かったと思田中さんちょっと喋んないでおいてもらって、で、高岩と朝日くんが2本です。2本では、高弾道のね、アーティスト系の打球で何本入れました？ 5、6？5ぐらいじゃないですかね、分かんないですけど、ね、もう本当にすげえ飛んでたんで、まあこれでね、どん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 、本当に翔平さんに対抗できる人を見つけててもらって、ぜひ動画にまた出てもらってって感じなので、もし他にもね、ロンティー自慢の方といらっしゃいましたら、ぜひ一緒に野球やって、翔平さんにかなうように、僕たちで修行していきます。はい、ということで、本日は皆さんとリベンジ翔平ということで、ロンティーの方をやってきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。